プーチン氏、トランプ氏よりバイデン氏いい。米大統領選で異例発言。ロシアのプーチン大統領は、14日に放映されたロシア国営テレビのインタビューで、米国のバイデン大統領とトランプ前大統領のどちらがロシアに望ましい大統領かと問われ、バイデン氏だと答えた。両氏は11月の大統領選で争う可能性があり、米選挙への介入とも取られかねないプーチン氏の発言は異例だ。バイデン氏はウクライナ侵攻をめぐりロシアと激しく対立。一方のトランプ氏はウクライナへの軍事支援の停止を主張。主張が実現すれば侵攻でロシアが有利になる恐れがある。プーチン氏はバイデン氏をより経験豊富な人物で予測しやすく古いタイプの政治家だとする一方、トランプ氏は温暖化対策の国際ルールのパリ協定からの離脱を強い意志で決断したと評価。ロシアがバイデン氏の方が対応しやすいと考えているとのイメージを米国側に広め、トランプ氏への側面支援を狙った可能性もある。中国株、習近平暴落なのに本人は明らかん。春節中の中国で起こっていること。中国は今春節の8連休、2月10日から17日である。その直前の1月末から習近平主席は頻繁に公の場に現れた。1月29日に人民解放軍の元幹部たちと会い、30日には人民大会堂で42カ国の駐中国大使に謁見して信任状を受け取った。31日は党中央政治局会議を招集した。そして2月1日から2日まで天津へ行き、商店街などを視察した。習近平主席の一連の行動は、私は元気だとアピールしたかったのだろう。前回の号で記したように、膵臓がん説が飛び交っていたからだ。一方、予想もしなかったことが起こった。1月29日から2月2日まで、中国の株式市場が連日下落した。上海総合指数は1週間の下落率が 6.19%、深圳の下落率は 8.06% で、創業版、スタートアップ企業の上場市場の下落率は 7.86% だった。中国政府は利下げや財政出動などで株を上げようとしたが、著しい効果は見られなかった。失望した投資家たちは、思わぬところへ救助を求めるようになった。中北京の米国大使館だ。2月2日21時55分に中北京の米国大使館は公式のウェイボー、中国の SNS で、2月は米国の黒人の歴史の月という文章を出した。それに思わぬ書き込みが殺到したのだ。それは米国を称えつつ中国の株を救ってくださいと中国のネット愛好者たちが呼びかけたものだった。どんどん書き込みは増えていったが、それらは米国への祝福というより、暗に中国を批判するものばかりだった。例えばこんな調子だ。彼らは評論もさせない。我々の国で月収が3000元、約6万円は中産階級入りだが、米国では入れる？人民日報は株の投資家を愛しているか？偉大な米国が繁栄するように祈っております。以上は書き込みのごく一部で、2月4日までの分だ。同日時点で、この中北京米国大使館のウェイボーの記事には、56万件もの書き込みがなされ、662回も例ポスト、米大使館の記事を転送して、自分のアカウントに公表して、より多くの人々に読まれるように拡散すること、された。また、湖南や関東、上海など中国国内からの書き込みが多かった。時が経つにつれ、いいねも増加した。株式市場が安定しない中国。中には書き込みが次々と削除されたので、編集者が忙しくてクレイジーになりそうと書いた人もいた。つまり、米国大使館のアカウントなのに、厳しい対中批判や隠語での指導者への不満は全部削除されたのだ。読めるのは上記のような穏やかな書き込みだけになっている。米国大使館のアカウントだから、人民日報などの中国政府のマスコミのアカウントのようには
書き込みを封じることは完全にはできない。そう思った中国人の書き込みが殺到したのだった。米国大使館のウェイボーへの書き込みが削除されているのが分かると、中国人はインド大使館のウェイボーに書き込みをするようになった。これまでにはなかった現象だ。ともあれ2月4日、中国の証券行政を統括する中国証券監督管理委員会は、株式市場の偽情報を絶え間なく除去し、違法案件に重い罰を与え、規則違反などの案件に関してあらゆる面から徹底的に調査するとした。市場の安定を図り、市場の異常な動きを防止すると表明したわけだ。だが有効な具体策はなかった。株式市場のなだれ現象は、偽情報や株式の違法売買が原因だとでも言いたいようだ。これに投資家たちは唖然とした。習近平主席とその取り巻きたちが、いかに経済に疎いかがまたもやあらわになった。当然のように中国株は下がり続けた。人民日報は2月2日、楽観的で前向きな雰囲気が国中に満ち溢れているというタイトルの記事を掲載した。これも国民の怒りを買った。株が下がって多くの投資家の悲鳴が上がっているのに、何が楽観的だ。中国社会の一体どこに前向きな雰囲気があるのか。そのような罵声があちこちで聞かれた。一般国民だけでなく、中国政府の経済アドバイザーを務めている大物経済学者ですら、中国経済を憂慮し、習近平主席を否定するような発言をした。習主席の母校でもある清華大学の李英奎教授である。李教授は経済と社会学の専門家でありながら、国務院の特別手当を受けている。ウクライナのドローンがロシアの戦車を攻撃。乗り捨て逃げる兵士たちの姿。ロシア兵はウクライナ軍に対する作戦を続行しようとしていたが、戦車からの退避を余儀なくされた。4ヶ月近くにわたってロシア軍の猛攻が続くウクライナのドネツク州アウディウカ近郊で、ロシア軍の戦車がウクライナ軍のドローンに攻撃され、兵士が戦車の放棄を強いられる場面とされる映像が新たに公開された。映像はウクライナ軍が前線で使用するドローンのための資金を調達しているウクライナ人活動家セルヒー・ステルネンコが2月6日 X に投稿した。ステルネンコによると、アウディウカ近郊でロシア軍が戦車から砲撃した。続いてウクライナ軍のドローンがロシア軍の戦車を攻撃。ロシア兵はウクライナ軍に対する作戦を続行しようとしていたが、戦車からの退避を余儀なくされた。雪に覆われる状態で砲撃を続けていた戦車は動けなくなり、兵士たちはその戦車を乗り捨てた。この映像はウクライナの第47独立機械化旅団が撮影した。同旅団はロシア軍が昨年10月10日にアウディウカでウクライナの拠点に対する攻撃を開始して以来、数ヶ月にわたって同地で戦闘を続けてきた。本誌はこの映像について独立した立場から検証することはできなかった。ロシア国防省と第47独立機械化旅団には電子メールでコメントを求めている。ウクライナ軍は前線の激戦地でロシア軍を攻撃するドローン部隊の戦闘映像を頻繁に投稿している。昨年12月にはウクライナの安物ドローンの攻撃を受け、ロシア兵が貴重な T-90 戦車を乗り捨てて逃げる場面とされる映像をウクライナ軍が公開した。この映像を撮影したのも第47独立機械化旅団だった。ドローンがいつも戦車を破壊できるとは限らないとステルネンコは言う。だが戦車はドローンで攻撃する必要がある。ロシアが2022年2月に全面侵攻を開始して以来、ウクライナはドローン軍団を結集させ、新型の無人機を開発し、増強のための資金を集めている。ドローンは偵察支援から自爆攻撃、砲撃の誘導に至るまで、戦闘のほぼ全局面をカバーする。ウクライナの戦闘員は自爆ドローンを頻繁に投入し、ロシアの装甲車や頑丈な主力戦車でさえも狙い撃ちにする。自爆ドローンは安価で市販の部品が使えることも多く、
敵の車両や兵士に対して威力を発揮する。アウディウカ周辺ではロシアが高い代償を払って侵攻を続ける中、双方が集中的にドローンを配備している。第一陣で相次ぎ装甲車や戦車を失ったロシア軍は、歩兵団を主力とする攻撃へと切り替えた。英国防省の2月5日の発表によると、ロシア地上軍はウクライナで昨年10月初旬以来、主力戦車およそ365両と装甲戦闘車両700両を失った。2024年1月半ば、アウディウカを管轄するウクライナのタブリア戦線で指揮を取るオレクサンドル・タルナフスキー准将は、アウディウカ周辺の原野に散乱するロシア軍の車両を写したとされる写真を投稿した。